僕が思ってるやってるってことは、お客様に色を提供してるっていうことなんですね。で、技術を提供していくっていうことになってくると、その技術っていうのは施術なので、お客様にはあまりこう感じられない。たくさんのことをしてもらった感はあるかもしれないけど、じゃあそれに対する効果っていう部分がどれほどあるのか、じゃあ時間がかかればそれが負担になってはいないかとか、やっぱりこうスピーディーにやる前とやった後の変化っていうものがきちんと分かりやすさと、その色にするための意味っていうこと、そういうことがやっぱり色自体を売っていくっていうことの、内容なのかなと。もうちょっと楽しさとか、ウィット感とか、そこのハッピー感みたいなところっていうのが一番にしていく。それを作るための技術っていうのはスピードが必要であるし、正確さっていうのも必要ですよねっていう。それが2番。ホイールカラーなんですけれども、少ない枚数で最大限の効果を出すっていうことは、何がメリットかというと、まず作業スピードが速い、で、あとはその今までのホイールカラーっていうものでウィービングで何十枚も、下手すると100枚みたいな、なんかそういうこう反復のもので全体感を作るっていうことから大きく変わって。その速さと、時間の、ロスですよね。お客様の負担っていうのが減ってるっていうこと。で、それをきちんと計算した状態で入れていけば、ベースの色とホイールの、色味ですね。そのコントラストの差っていう部分を計算していけば、少ない枚数で最大限の効果が出せるっていうことが一番の大きなものだと思います。以前、ホイールでカラーをしてある状態ですね。新生毛が3センチ、10レベルハーフのハイライトが残ってる状態です。ここにバングとサイドをまたぐスライスを取ります。スライスの厚さは1センチ弱ですね。根元部分は塗布量を少し薄くしたいので、ここから先は薄く薬をのせてください。で、コームでなじませる。表面近くは内側よりも薄く取るのが基本になります。バックは表面近くにウィービングを入れましょう。5ミリピッチで細かめに入れてください。リタッチ部分を浮かして、そこから先の部分をリフトアップしていきます。浮かしておいたリタッチ部分をカラーしていきます。8ミリぐらい新生毛が伸びています。既生毛に関しては10レベルのベースにハイライトが残っていますね。ローライトは低アルカリカラーです。グレーっぽさを出していきます。
線網を塗っていきます。中間部分から薬をのせて毛先まで、新生毛が伸びている部分も一緒に塗るんですが、そこの部分は塗布量を少し変えながら根元にたまらないように塗ってください。新生毛が 3.5 センチ伸びてます。既線毛が8レベルハーフから7レベルハーフぐらいの、毛先の方が若干くすみ感があるイエローベースの状態の既線毛になってますね。根元部分は薄めに薬をのせていきます。バッグに関してもこのベースに出てくる部分にスライシングを入れることによってベース自体の明るさを出すことができます。低アルカリカラーでダメージを最小限に抑えて色に深みを出します。新生毛が 3.5 センチぐらい伸びてます。でグレーが所々に混ざっているファーストグレーの状態ですね。毛先の方が多少ダメージしていてくすみやすい状況ですね。ここまでが新生毛だったので、その部分っていうのは、塗布量をちょっと多くしておいてください。で表面近くの部分は、新生毛を残した部分をグラデーションでなじませるので、新生部に塗る薬をなじませてください。新生毛部分は全体のリタッチ部分の薬でなじませます。ウィービングのピッチは細かめで5ミリピッチ。同様にリタッチ部分はなじませましょう。全部については低アルカリカラーを使ってあげた方が望ましいですね。継続してカラーするときには必要な選び方だと思います。
味の鮮やかさっていうものが今の時代にフィットする鮮やかさに変わったっていうこと。だから今の時代の鮮やかさっていうのってやっぱりビビッドなだけではなくて深みがあるとか品があるシックであるっていうことってなんかテーマな気がするんですね。であとはすごく刺激が少なくなってるんですね。だからその部分でスピードっていう部分をちょっと懸念はしていたんですね。発色するまでのスピード、でもそのスピードっていうのは全く衰えがないというか、刺激がなくアルカリ量というかその低アルカリになったにもかかわらずその部分が改善されているっていうこと。直接染料をほとんど使ってほとんどというかほぼ使っていない状態にリニューアルされているっていうことで1週間経ったら染めたてよりも一気に彩度がなくなってしまう、そういうことがほぼない。次にいらっしゃった時でもピンクで染めたらピンクらしさが残ってる既製毛になっているし。